どうも皆さんこんにちは。久しぶりに新しいレンズを手に入れたので今回はそのレポートをやっていこうと思います。もうタイトルにもなっているのでどのレンズのお話かっていうのはお分かりだと思うんですけれども、こちらです。タムロンの 24mm から 70mm F 値が 2.8 のズームレンズを購入しました。まあこれがどういう写りをするかっていうのは私がダラダラと口で説明するよりも写真を見た方が早いということで、サンプル写真をいくつか撮ってきたので、まずはそれをご覧いただこうと思います。どうぞ。まあこんな感じでサンプルの写真をいくつか撮影してきただけなので、まだちょっと詳しいことはよくわからないんですけれども、私の個人的な感覚としてはなんとなく写真がエレガントな雰囲気に撮れるような気がしました。特に 2.8 っていう明るさのせいか、室内でちょっと暗めのライティングで写真を撮ると雰囲気のいい写真が撮れるなと思いました。さてそれでは画角チェックということで、 24mm、35mm、50mm、70mm それぞれの画角をご覧ください。私が D750 を買った時にキットレンズとして同時購入した 24mm から 120mm F 値が4のニコンのレンズがあるんですけれども、こちら、このレンズが今回買った新しいタムロンの 24mm から 70mm の画角をカバーしているので、その絵の違いっていうのがちょっと気になるところですよね。というわけでちょっと簡単なテストをしたのでそれをご覧ください。三脚を使っているので手ブレ補正機能はオフにしておきます。太陽光の下で撮影したので刻一刻と光の加減が変わっていってしまうので、色味の違いっていうところは除外して今回比べるとしても、どちらの方がシャープに映っているとか顕著な差っていうのは私にはよくわからなかったんですけれども、皆さん何か気づいた点ありましたでしょうか。そんな中で私があれ、これはもしかしたらちょっと違うかもっていうふうに気がついたのが、この画角の幅っていうんですか、この広さ、それが違うなと思いました。24mm だとそんなに差はなくてわからないんですけれども、 35mm、50mm、70mm このあたりで比べてもらうとその差がよくわかるんじゃないかなと思います。三脚の位置を固定してカメラボディの位置を変えずにレンズだけ取り替えて撮影をしたんですけれども、同じ位置から撮影をしていてもやっぱりちょっと画角の幅が違いますよね。タムロン 24mm から 70mm の方がちょっと画角が広いような気がしました。さて次は背景のボケを見ていこうと思います。手前の完熟オレンジという字の完熟のあたりにフォーカスを合わせているんですが、一番後ろの信州リンゴのあたりを見ていただけたら変化がわかりやすいと思います。次は F 値を開放にした時にどんな玉ボケができるのかテストしてみました。ちょっとガラス越しに写真を撮ったのでガラスの汚れが入っちゃってます。ちなみにさっき比較したこちらのレンズ、ニコンの 24mm から 120mm F 値が4のこのズームレンズなんですけれども、これでも F 値を開放にした時にどんな玉ボケができるのかチェックしてみました。これが一番大きな玉になっている状態なんですけれども、 F2.8 のものとはやっぱりちょっと全然違いますよね。
それからこのレンズ、手ブレ補正機能がついています。で、私がもう一つ持っているタムロンのレンズで、こちら 70mm から 300mm のこのレンズにも手ブレ補正機能がついているんですけれども、このレンズで慣れてしまっていたので、タムロンの手ブレ補正機能っていうのはすごくこうガチッと絵が固まる感覚があるんだなというふうに勝手に思い込んでたんですよ。本当にね、このレンズはこうシャッターを半押しにした時に絵がガチッともう本当に固定されるっていう感じがあるんですね。でも今回のこちらの 24mm から 70mm の方ではそういう感覚が一切ないので、ちょっと最初あれ手ブレ補正効いてるのかなっていうふうに戸惑いました。まあ言い換えてみたらすごくナチュラルに手ブレ補正が効いているっていう感じになるんだと思います。というわけで、ローライトシチュエーションで手持ち撮影でどれぐらいの手ブレ補正効果があるのかチェックしてみました。まあでもどれぐらい暗いところで撮影したのかっていうのがわからないと判断基準にならないと思いますので、今回ちょっと撮影した場所を iPhone で撮影してみました。 iPhone で撮るとこれぐらい暗くなっちゃうような場所で撮影をしています。やっぱりこれぐらい暗いと ISO 3200ぐらいまで上げないとちょっと手持ち撮影はきつかったです。思わぬところで一つ私が良かったなと思ったことがあるんですけれども、こちらのニコンの 24mm から 120mm のズームレンズの場合だと最短撮影距離が 45cm なんですね。で、今回買ったこちらのタムロンのレンズだと最短撮影距離が 38cm、 まあたった 7cm の差といえばそれまでなんですけれども、座ってテーブルの上のものを撮影するときっていうのは結構この7センチっていうのが大きくて、この間食事に行った時にこのレンズを試してみようと思ってテーブルの上のものを撮影したんですけれども、こうやった時に普通にこのナチュラルな姿勢で写真を撮ることができたんですよ。こっちの 24mm から 120mm の方だとちょっとね、どうしても 45cm っていう距離が私の身長、この私の体格だとテーブルに合わなかったみたいで、こうちょっとね立ってみたりとか腰を浮かしたりとかして撮影をしなきゃいけなかったんですけど、こっちだと座ったまま撮影することができたので良かったなと思いました。どうしてそもそもこのレンズを買う気になったのかっていうお話なんですけれども、最近私お散歩カメラで 50mm の単焦点レンズ F 値 1.8 のものを使ってよく写真を撮っているんですけれども、本当は 35mm の単焦点レンズを買おうかなと思ってレンズのチェックを始めていたんですね。で、なぜか途中からこのレンズが気になり始めて、全く違う単焦点じゃないしズームだしすごく重たいしっていうこのレンズを買うことになったんですけれども、未だに 35mm ちょっと気になるので、まあ後々のターゲットにそれは残しておこうかなと思っています。というわけで、しばらくこのレンズを使った撮影の様子の動画が続くかと思いますので、よかったらまたご覧ください。今回の動画が気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからこのチャンネルのツイッターやインスタグラムもありますので、よかったらフォローしてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。